この動画のあらすじ。景色が最高な綺麗な海の近くで夜勤終わりに車中泊、何も考えずに美味しいものをたくさん食べて破産。一人でも大丈夫、役に立つ防犯グッズをご紹介します。ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。私は静岡県で夜勤のお仕事をしています。お仕事終わりに N 番に乗って車中泊をするのが1週間頑張った自分へのご褒美になってます。車線が多いのに線が細い道路はちょっと苦手です。あんまり走り慣れていない道なので安全運転で行きます。お仕事が終わってからの運転なので、しっかりエネルギーを満タンにしていきたいと思います。沼津港にやってきました。お魚はもちろん、美味しいスイーツもたくさんあるところなので、何か食べたいなって思った時はとてもおすすめな場所です。大福、大福って書いてあると入らずにはいられない。沼津港ならではのプリンとか海産物もあるんですが、いちごプラザで大福を買っちゃいました。鳥さんも私も元気いっぱい。車の中に戻ってきました。早速大福を食べたいと思います。いちごプラザはいちご大福が有名なお店ですが、私は今回期間限定の桜葉大福を買ってきました。ピントが行方不明。この後むしゃむしゃ食べたんですが、カメラのデータが壊れかけてて飛んでっちゃいました。とっても美味しかったです。気を取り直して出発。駐車場から出るときうまく出れるかなってドキドキしちゃいます。ここからは海沿いのドライブ。お天気もいいし最高に気持ちいい。こういう時は好きな音楽を聴きながらノリノリで走りたくなります。みんながよく聴く音楽とかあったらぜひ教えてください。どんどん沈んでいくお日様、海もキラキラしていてとっても綺麗です。景色を楽しみたいところだけど、あんまりじっくり景色を見てると絶対ぶつかってしまうので、ここは冷静に運転します。静岡県の西伊豆は夕日がとっても綺麗なのでドライブに本当におすすめです。さあ目的地に到着しました。海最高。お日様が沈みきる前に到着してよかったです。大福をおかわりしていたら間に合わなかったな。風も穏やかでとっても気持ちいいです。雨女気味な私ですが、今回は最高のお天気に恵まれました。海をじっと見て癒されていたんですが、雲の向こうに例のあれが見えていました。
走って登ろうと思ったんですが、途中で急ブレーキ。運動音痴です。気合で登る、頑張れ。よし、じゃん、富士山のてっぺん。雲がかかっちゃってるけど、ちらっと富士山のてっぺんを見ることができました。先っぽだけでもありがたいです。お仕事中はしっかり富士山を見ることができるんですが、お出かけの時になると隠れちゃう、そんな感じがします。沈む夕日をゆっくり堪能しました。ちょっとだけ寒い。それでは車の中を整えて車中泊の準備をしたいと思います。運転席の頭を外して思いっきり倒します。その上にベッドキットのベッドをはめれば、とっても広い車内の完成です。それでは車の中に入ります。車の中から見る夕焼けも最高です。しっかりシェードとカーテンをつけていきます。できればずっと夕日を見ていたいけど、車の明かりが外に漏れないようにしっかりシェードを張ります。そしたら次はブランケットを床に敷いていきます。薄いブランケットとお風呂用のバスマットですが、あるのとないのでは感じる寒さが全然違います。大雑把な引き方、大型のお蜜です。車内が整ったところで一旦おトイレタイム。車中泊をするときはこの乳槽部を使っておトイレをしています。ジップロックに粉をプロテインスプーン1杯分、約 30g 入れるだけです。おしっこをさっと固めてくれるので、とっても便利なアイテムです。以前コメントでもっと便利そうなおトイレグッズを教えていただいたので、今度買ってみようと思います。すっきりしたところでお夕飯の準備を始めようと思います。トップバリュの具沢山豚汁、これを湯煎で温めます。まずはお湯を沸かすポットに豚汁をねじ込みます。そしてお水を入れてお湯を沸かすだけ。これで簡単にほっかほかに湯煎ができます。なんか汚い感じがするかもしれないんですが、意外と大丈夫です。コンテナから食器とかお夕飯を食べる時に使うものを出していきます。豚汁がほかほかになったので、お皿に盛り付けていきます。やけどをしないように注意。ギチギチすぎてなかなか出ませんでした。今日のお夕飯は簡単におにぎりと豚汁です。おにぎりは玄米で
お家で握ってきました。豚汁の具が予想以上にいっぱいだった。そして 10% 引きのお漬物。おにぎりといえばお漬物、食べたくなります。できるだけ綺麗に盛り付けたいと思っていたのに、初っ端から白菜が吹っ飛んでいきました。だるまさんたちに見守られながら黙々とお料理を盛り付けていきます。これはサーモン。なんと今日のおにぎりの具はサーモン。上にのせていきます。全然乗っからなかったけど、諦めないでまだまだ乗せちゃいます。なんとイクラも買ってきちゃいました。サーモンとイクラで親子おにぎり。完全に宝石、キラキラしててとっても綺麗です。お夕飯の出来上がり、豚汁とお漬物、特製のおにぎり、サーモン美味しい。具沢山の豚汁、いただきます。体が温まる。人参、大根、ごぼう、豚肉、いっぱい入っててとっても美味しいです。キラキラのおにぎりもいただきます。イクラが手についちゃいました。美味しい。食べる前にまずはみんなに見せびらかす。そしてガブッと。サーモンとイクラの組み合わせは最高です。具は随時のせながら食べます。のっけて食べるおにぎり、美味しすぎる、美味しすぎるぜ、うなずいちゃうぜ。ぜひみんなものっけて食べるおにぎりやってみてください。車中泊に行く前日に買い出しに行くんですが、つい食べたいものを心のままに選んでしまいました。お会計の時にびっくりしちゃうタイプです。でも美味しいからよし。ごちそうさまでした。ご飯を食べていたらこんなに綺麗な空の色に。お空の変化を楽しむ、アウトドアの醍醐味だなって思います。ワインでも飲みながら夜景を楽しみたい気分。でもこういう時はノンアルコールで夜を楽しみます。明日はしっかり朝日を拝みたいので早めに寝る準備をします。
フューチャーフォックスのエアマットを敷いていきます。あっという間に空気が入るのでとっても便利です。そしてエアマットの上に電気毛布を敷きます。これがめちゃくちゃ暖かい。スノーピークの寝袋、これを掛け布団みたいにして寝ます。そして寝るときは鍵をしっかりかける。枕元にはスマホといざという時の防犯グッズを置いておきます。とりあえず明日のために今日は寝る。おやすみなさい。車から脱出。おはようございます。まだちょっと薄暗いけどこのくらいの空の色も大好きです。夜明けを楽しむお散歩タイム、行ってきます。ワンワワワンワン。野犬じゃないと思うんですが遠くから犬の声が聞こえてきてドキッとしました。ワンちゃんの声を聞くとつられてワンワン言いたくなっちゃうタイプの人です。日頃の悩みがかき消される綺麗な景色です。まあそんなに悩みはないんですが大人っぽいことを言ってみました。自動販売機を発見。自販機を見るととりあえず近づきたくなる。飲み物のラインナップでそこの地域性がわかる気がします。コーヒーがいっぱい並んでる。朝の海といえばやっぱりコーヒー。この自販機なかなかやりおる。コーヒーといえばやっぱり微糖。同じの4つ並んでるけどどこを押すかちょっと悩んじゃいました。景色はいいけど結構風が冷たくて寒い。手がかじかんでちょっとだけコーヒーこぼしちゃいました。アウターにコーヒーがかかっちゃってちょっとしょんぼり。こぼれちゃったものは仕方ないのでのんびり車に戻ります。松ぼっくり。わかりにくいけど灯台の向こう側、富士山の先端がちょっぴり見えてます。嬉しい。寝袋とエアマットをベッド下に収納。朝ごはんを食べたら出発します。朝ごはんは電気鍋のレコルトで作っていきます。コンセントをジャクリーにぐさっと刺す。最初にお米を炊きます。プロテインシェイカーにお米とお水を入れておきました。
するの楽しくなっちゃった。いい感じに炊けました。お米がキラキラしてる。しばらく蒸らします。その間にご飯のお供を作ります。今日の朝ごはんは牛丼。朝からがっつり食べたいと思います。玉ねぎはお家で切ってきました。牛丼のタレは多分 EAA かな、 EAA についてたスプーンがちょうどいい量りになったので、それで分量をしっかり量って作ります。玉ねぎをグツグツしている間に、私が使っている防犯グッズをちょっとお手入れ。これはアマゾンで買ったクマよけスプレー、ポリスマグナム。名前がもうすでに強い。ツキノワグマ、サル、犬、その他の動物にバッチリ効くアウトドアに欠かせないスプレーです。むむ、危ないと思ったら安全クリップを引き抜いてレバーを押します。そうするとなんかすごいプシューってなる感じ。まだ一度も使ったことがなくて、できればこのまま使わずアウトドアを楽しんでいきたいです。そしてシンプルな警笛。これは夜勤のお仕事に行く時もいつも欠かさず持ってます。不審者がいたらすぐに吹く、そういう気持ちで持ち歩いていますが、夜中に歩き回っている私が一番不審者かもしれない。そしてこれは国産の牛肉。クマが出たり変な人がいたり、一番大切なのは体力と気合と根性。美味しいものをたくさん食べて筋肉をたくさんつければ何が起きても大丈夫。スーパーですごく綺麗に並んでいて、つい手に取ってしまいました。無駄に贅沢してしまったので必死に言い訳を考えています。今までアウトドアや夜勤のお仕事をしていて、野生の動物に襲われるとか、知らない人に殴られるとか、そういったトラブルは全然ないので、このままのほほんと平和に生きていきたいです。お鍋の蓋はご飯を蒸らすのに使っているので、昨日の夜に使ったお皿を上にかぶせてお肉と玉ねぎを煮込んでいきます。雑すぎるお料理でだるまさんたちも呆れてる気がする。でもいい感じにできました。ご飯と牛肉を盛り付けて牛丼を作ります。甘いタレのいい香り。丼がなくてお茶碗なのがちょっと残念。牛丼といえばキムチ。そして温泉卵をトッピング。これで特製牛丼の完成です。
のちょうどいいとろっと感、完璧。それではいただきます。まずは最初に見せびらかす。いっぱいに入れちゃったのでちょっと食べにくいです。うまくすくえない。おいしい。これが国産の力。なんだか力が溢れてくる感じがします。それにしても海を見ながら食べる牛丼はこれまた格別です。今回は温玉とキムチをトッピングしましたが、チーズが乗っかってるチーズ牛丼も大好きなので、次はチー牛食べたいなって思いました。ごちそうさまでした。朝からがっつり食べちゃった。とっても美味しかったです。さっとお片付けをして出発の準備をします。ウェットティッシュでスイスイっと拭く。お片付けはこんなもんで十分。車の周りに忘れ物やゴミが落ちていないかしっかり確認します。最後までご視聴ありがとうございました。花粉症には辛い季節がやってきました。私は花粉症ではないので全然大丈夫です。私はこれからもお外でアウトドアを楽しむので、辛くてなかなか外出できない方、ぜひこの動画でアウトドア気分を楽しんでください。この動画が良かったなって思ったら、高評価ボタンやチャンネル登録をぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おまけ、夜明けのタイムラプス、最後の最後まで見てくださって本当にありがとうございます。